中国の国会にあたる全国人民代表大会の要人が来日し衆参両院の議長との会談が予定されていましたが中国側はきのう諸般の事情を考慮して訪問を延期したいと通告してきましたこれについて、戦国官房長官はもし尖閣沖での船の衝突事件と関連して延期したのであれば甚だ遺憾だ事件については粛々と措置しなければならないと中国側の対応を批判しました。